中将に昇進してようやく一個艦隊を指揮する身となった途端、この出征だ。運気が巡ってきているな。ミュッケンベルガーを見ろ。堂々たるものだ。ただし堂々たるだけだ。はあ、前線においては先任であるビコック中将が指揮を取られるのは当然ではないか。それは承知しておりますが、我が艦隊の行動に無用な精注をしていただきたくないのです。無理に他の艦隊との連携を求めれば、我が艦隊の長所を殺し敵を利するのみ、戦略上の選択を自ら狭めることとなりましょう。我々には最初から戦略レベルでの選択の余地はないのじゃよ。敵が攻めてくる我々は防ぐ。ダゴン聖域海戦がそうだったように、決戦場を有利に選定するのがせいぜいだ。防ぐだけで閣下はご満足なのですか？機関はそうは思わんのかね？当然です。来航する敵をいくら追い払っても、先制政治の源泉が存在する限り脅威は永遠に続きます。戦いを永久に終わらせるためには、悪の総本山たるオーディンをチョーク攻略して帝国を滅亡させる、これあるのみです。だが我々にはイゼルローン要塞を攻略する力すらないではないか。まして1万光年を遠征して帝国の中枢部を犯すなど到底かなわぬことだ。今まではそうでした。召喚はビュコック閣下の経験と実績を尊敬しております。過去の経験と実績を。
ウィーレム・ホーランドも英雄になり損ねたようですな。英雄か。そういえば知っとるかね、ウランフ提督。英雄とやらいう存在について面白いことを言った者がいるそうだ。ほう。英雄など酒場に行けばいくらでもいる。その反対に歯医者の治療台には一人もいない。まあその程度のものだろうというのさ。なるほどね。反論の余地がなさそうですな。その巧みな批評家は一体誰です？シトレ元帥が士官学校の校長をなさっていた当時の教え子だそうだ。名は何と言ったかな。機関と同じ東洋系のシンプルな名で何度か聞いた名なんじゃが。帰国後、ラインハルトは大将に昇進した。19歳になったばかりで大将の位を得たのはゴールデンバーム王家の男子を除けば帝国軍史上初めてのことである。ティルヒアイスも中佐に昇進した。職務はそのままラインハルトの副官にとどまり、そのことは彼を安堵させた。ラインハルトは昇進を果たしたものの役職は未定で、暫定的に軍務省高等参事官と宇宙艦隊最高幕僚会議常任委員の称号が与えられたのみであった。いずれも名誉職であり、地位と名誉は与えても実質的な権限は与えないとする軍首脳たちの意図は明らかだった。それでもラインハルトが本心から喜んだ大将への礼遇もあった。個人の帰還が与えられたのである。こちらです。無論所有権は国家にあるが、当事者の同意なくそれを取り上げることはできない。本人が帰還の変更を申し出るか、退役するか、降伏されるか、あるいは戦死しない限り、それはラインハルトのものなのだ。これが心臓戦艦ブリュンヒルト。新理論による装甲システムを備えた次世代戦艦の試作艦です。従来の機関タイプより若干小型ですが、火力も勝っています。試作艦なればこそ量産コストを無視した装備もおごられています。良き艦をいただいたこと感謝に耐えぬ。陛下にそうお伝え願いたい。それではゆっくりご覧ください。ブリュンヒルト、ブリュンヒルト、素晴らしい艦ですね。この艦は半分はお前のものだ。中佐だから艦長たる資格があるが、いっそそうするか。それもよろしいですね。私の忠誠心が何よりブリュンヒルトに向けられることに、ラインハルト様のお許しがいただけるなら。それは困る。前言撤回だ。艦長は他に誰か見つけよう。その方がよろしいかと思います。それにしても一日も早くこの艦に乗って戦場へ出たいとお考えでしょう。残念だがしばらくは戦いはあるまい。地方反乱でも起きてくれんかな。鎮圧するのに手頃なな。手頃な反乱でしたらラインハルト様のところまでは回ってきますまい。楽に武勲を立てたい者たちはいくらでもおります。だろうな。やはり奴らが死に絶えるまで待つしかないか。